はい、どうもこんにちは、神風オレです。今回は衣食を使っていきましょうってことでね。まあ今回はまあ自分のところ今戦艦ランキングでね、まあ実績値4位っていうね、まあかなり高順位じゃないかな、私の中で高順位なんですけど、いい順位を取ってるね、医者君を使っていきたいと思いますってことでね。はい、まあ今回はまあ編成をなんかどうたらこうたらって言ってたんで、編成をね中心にね、まあやっていくんですけれどもね。まあこんな感じ、アトマカ君、パンプキンランチェン、そして、タイプ89、まあね、89式ぐらいですね、日本のね。そしてハーボック君と、まあ、730C と、まあね、ガルパン君使っていますってことでね、はい。で、まあ一つ一つね、説明していくんですけど、このミサイルはまあ何でもいいですね、正直。まあ、このね、ハーボック君でも、アトマカ君でもね、まあブラモス君でも、まあやっぱりね、考え方によっちゃ、まあね、対戦ミサイル乗っけてもね、じゃ吹きませんし、この辺もいいですし、まあ、X51 はちょっと、まあ、ちょっと難しいかもしれませんけれども、まあ、他には、まあ、対空ミサイル乗っけてもね、まあ、結構意外とね、イサホ君って弱いんでね、まあ、対空ミサイル乗っけても全然いいんじゃないかと私は思いますね。まあ、乗っけるとしたら、まあ、プロメテウスか、まあ、紫リムかなと思いつつね、はい、そんな感じでございますと。そして、パンプキンランチャー。なぜパンプキンランチャーかというと、まあ精度がいいからね、体感だとね、精度の良さって本当に如実に現れまして、まあ別にね、魚雷壊すには別にね、まあ精度悪い方がね、壊しやすいところもあったりするんですけども、まあ体感に関してはマジでね、精度がいい方がいいんで、今回はパンプキンランチャーを使わせていただきますってことでね、他今精度いいやつといえば A22 とかあったりとかしますし、まあ7264A っていうね、まあこれはね、まあ普通に対戦できるやつですね、はい。とか、まあ、あと、アスロック C だっけな。C アスロックだっけな。そういうやつもありましたりとか。まあ、あとは A サブ力とかいいかもしれませんし。まあ、こういう対戦のやつもいいかもしれませんけど、対戦じゃなくて、ミサイル系のやつでいいかもしれないんですけど、あと、個人的にはね、やっぱり対戦、まあ、潜水艦ができるっていうのはいいことですし、まあ、魚雷壊せることもいいことなんでね。私はまあ、こういうね、まあ、グレラン乗っけるのがおすすめでございますね。はい。そして、魚雷は、まあ、八浮き式魚雷。まあ、スピアフィッシュでもいいんですけれどもね。まあ、やっぱ一番 DPM 高いのかなと思いつつね。はい。高いっていうか、まあ、手軽にもらえるやつでは一番高いんでね。はい。これを使っておりますってことでね。はい。まあ、あとは今回バトルパのね、はい、魚雷もいいと思うんですけれども。まあ、今回こっちを使っていきますってことで。で、ハボック君ですね。まあ、こんな感じにね、まあ、先に言うんですけども、対空がね、まあ、戦艦としてはちょっと少ない方なんかなと思いつつ、だからハボック君乗っけてますね。はい。で、対空はこんなもんですね。はい。まあ、安定の 730C とね、ガルパン乗っけておりますと。まあ、やっぱりなんか、まあ、どこの防空、例えば対航空機とかね、まあ、対ミサイルとか、あとはまあ、対 X51 とかそういうね、分け方とかあったるんでね。はい。まあ、それならまあ、私のね、専門外じゃないんで、そこら辺はね、他の人に聞いてほしいんですけれども、私はこんな感じでやってきますってことで。で、迷彩はこれですね。まあ、この迷彩意外とね、ミスリ君とか合うんですよね。甲板がね、同じような色でね、いいんですよ。私は結構合うと思ってるんですよね。個人的にはね。はい。まあ、こういうね、ミスリ君とか合うんじゃないかなと私は思ってるんで、今回はイサク君につけてみましたってことで、そんな感じでございますね。はい、ということで、まあ、今回はこのイサフ君使っていきましょうと、やっていきましょう。はい、と、石垣もやっていきましょうって、もう私このマップ嫌いなのよ。もうぐる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 、もう渦巻きもね、ぐる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 マップでマジで嫌いなんですよ。まあ、それは置いといてね。まあ、さっき動画撮ってた絵、まあ、吹っ飛んじゃったんですけど。まあ、正直あんまいい戦果取れませんでしたね。まあ、敵がちょっとね、なんか、敵はちょっとなんか結構連携うまかったりはしたんでね、ちょっときつかったんですけれども。まあそれを置いといてね。まあこのイサコフ君って戦闘力値かな、戦力値かなわかんないですけどね。まあそれが高いんで結構難しい敵と当たったりするんですよね。まあ意外となんか、だからね、なんか意外と戦えないように感じてしまうこともありますね。はい。まあ正味ね、まあ、正味まあ使えるっちゃ使えると思うんですけど、使えるっていうかまあ、戦艦の方が強いと思うんですけれども、意外とね、まあ、当たる敵はね、凄まじかったりするんで、まあ、ちょっと、他の戦艦もなんかね、活躍しにくいのかもしれませんね、はい。まあ、そこがちょっと弱いかなと思っちゃうポイントですけれども、まあ、でも、強いです。強いですって、まあ、強いっていうか、まあ、まあ、他の戦艦よりは全然強いと思いますね、はい。まあ、正直な話、
まあ、モスクワ君よりは全然使えますよねっていう気がしますし、まあ、ハンプシャー君よりも安定してね、まあ、活躍できるような気がしますね。はい。まあ、もちろん、ヤマトね、水井あたりも全然大丈夫ですね。はい。まあ、そこら辺の安定感はあるような気がしますね。で、こいつね、意外と火力がないように思えちゃうんですよ。まあ、一つだけ理由を説明するんですけれども、まあ、簡単な理由はね、まあ、この砲撃系のね、やつがね、この2種類しかないんですよ。で、これで出せて、まあ、120万じゃない。12万ダメージとか、10万ダメージとか、そんぐらいじゃないかな、わかんないけど。まあ、もっと、ごっついやつ乗っけたらまた別なんでしょうけど、あんまりね、意外と出せないんですよね、火力を。まあ、やっぱりね、グレアンとか本当に意外となんか散らばりますしね、意外と出しにくいもんなんですよ、こいつは。あ、ちょっと当たんない。で、こんな感じにね、ちょっとね、手法となんかね、グレアのね、偏差値って結構違ったりするんだよ、ね。やばいな、ちょっと。ん？なんでこれ？まあ、ちょっと待って。なんか潜水艦いるのか、これ。痛いな、マジ。あ、いたわ。ちょっと、一旦これ撃つか。で、チャフターいて。で、ちょっと私、対戦にも、ちょっと、頑張りしたいな、マジで。痛い。味方が何とかしてほしいな、これ。うん、味方が何とかしてほしい。で、チャフターいて、ちょっと待って、角切れがやばすぎるな、ちょっと。角切れ乗っけてな、あいつ。なんとかしたいんですけどね。ちょ、待って、マジで死ぬ。いや。うん、一応ね、対戦は意外とね、まあ、一番強いって言っても過言でないぐらい強いんですけれども、核魚雷はちょっときついですね、はい。いやー、まあだってね、まあ魚雷人枠ですし、まあグレランさん枠なんで、まあ特に魚雷っての結構大事なんですよね。まあデコイされることもあるんですけれども、まあ意外とっていうかマジで大事ですね、はい。その両方が揃ってるのはやっぱりこのね、まあ伊佐子くんでありますし、まあそこら辺はやっぱり対戦は強いんじゃないかと私は思ってますね、はい。とか言いつつ死んでるんですけどね、はい。まあやっぱり当たったやつがね、さっき当たったやつがバトバカなんで、まあ結構火力高かったのもちょっときつかったポイントかもしれませんね。まあでもさっきみたいな感じ、結構意外とね、溶けたりするんでね、溶けるっていう言い方ちょっと違うな。ダメージ与えられたりするんでね、はい。まあ、でもね、やっぱり、瞬間火力あんまりない船ではありますよね。だからちょっと難しいなと思いつつ、まあそういう感じでございますかね。2試合目やっていきましょう。はい、ということでね、はい。2試合目やっていきましょうってことでね。まあ1試合目はまあ言い過ぎ倒したけれども、って感じでしたけれどもね。まあ2試合目はちゃんと成果を残したいところですけどね。なかなかにそれは厳しい。なんだろうね、動画撮ったらそういうことになったりすることもあるんですけど、ちょっとよくわからないんですけどね、はい。ちょっとよくわかんないんですけどね、はい。まあやっていきましょうってことでね、はい。なんででしょうね。何がいけなかったんでしょうか。まあ、ということで、早速やっていきましょうってことでね。まあ、でも結構敵が連携してくると、やっぱ辛い部分がありますよね。で、こっち空母一隻だけで、んこいつら対処しなきゃいけんよ。で、なんか、石山いるよな、なんか。石山のやつが見えたんだけど、おっとっと。で、なんかね、まあ、なんかガキンチョはできましたね。本当にマジで。ふざけんじゃん、マジで。これマジで、なんかもう、このバトバカン強いね、普通に、マジで。冗談抜きで。なんかね、撃ってきてるの、なんでそんなになんかわしボコらんでもいいじゃん。あ、ね、当たんない。やっぱりね、同じような感覚で撃ってるとなかなか当たんないんだよな、パンプキンって。ほい。やっぱりな、グレランとね、やっぱりね、あれってね、結構、偏差値が下がりましてね、そこちょっときついところですよね。おっと。ちょっとこれはもうなんかね、石山くんやりに行かなきゃいけないね。多分、わしの空母かなんかね、えらいことになってるんですよ。わしらの空母が。うん。ということでね、参加していきましょうってことで。でチャプター行って。まあ、こいつはね、全然ね、ミサイルとかはまあ、こんな風にすればいいんでね、全然なんとかなりますね。でも、さすがね、やっぱり、邪魔くんですね。いや、凄まじいな。うん。でさすが、邪魔くんですけども、なんか勝ちましたね。はい。まあ、うまくやれば勝てますね。はい、やっぱり。格上でもね。まあ、一番かっこいいかっていうと、まあ難しい問題であるんですけれども、まあ、
ではまあ結局ね、戦火の手法とかそういうね、漢方力と考えるとやっぱ石山君の強い感じがするけれどもね、こんな風に先生を取れば勝てるんですよ。さてさて、潜水艦はあそこにいらっしゃるのか。いらっしゃるね。なんで暇があったのかな。なんか名前不しない、すぐ諦めたのか。はい、ということで、ケーキャー。まあ、2キルかなっていうことで、113万ダメージですね。まあまあ、いい感じの戦果でございますね。というか、今回味方強かったかなと思いつつ。まあ、一撃痩せましたけど、まあ、なんとかなってましたね、ということで。まあ、いい感じでございますね。まあ、石山くんと、まあ、今回のね、こいつやばいよな、マジで。バトポカもやってきましたってことでね。はい、バッチ3いくんですね。まあ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 、いい戦果じゃないでしょうかってことで、3試合目やっていきましょう。はい、ということで、3試合目やっていきましょうってことでね。はい。いやーねー、まあまあまあ、さっきはなんとかなりましたね。はい。やっていきましょうってことでね。はいはいはい。まあ、気分がいいですね。はい。で、次の相手は、水振りくん。ちょ、待って。オッケーオッケー。水振りくんと、山本くんか。で、ちょっと待って。こっち、加瀬くんだよな。で、向こうは SM31A。まあ、そこら辺は、まあ、バランス取れてるね。で、向こうが、まあ、バチ3くんで、こっちは F110 くんで、まあ、83と、まあ、何、バシシティだっけな。バシシティくんがね、まあ、ボットと。ちょっと戦艦の偏りがすごくないか。ちょっと待って。びっくりしちゃった。偏りが凄まじい気がするんだ、私。まあ、火星君に参ってもらいましょうか。キンキラキンですね、はい。最近ね、もう最近よく言いますね、はい。私もお値つけてますよ。まあ、ちょっとなんか、長弾させてながら、長弾できないよ、これ。ちょっとこの手法、長弾できない気がしてきた。長弾するような手法じゃないんですよね。おい、ぶつかるぞ、お前。どこ行こうとしてんの、マジでこいつ。そっち行くの？うせえやろ。え？マジ君どこ行きたいの？マジ。まあいいや。まあ早速やっていきましょうか。まあやっぱ私はね、自分のね、独自路線を進んでいきたいんだよね。はい。まあとか言ってると信じまうんですけど。さて、行ってきますか。はい。まあ、独自路線を進むってことは、やっぱりね、味方の教育がいないわけですから、まあ、弱い路線ではあるんですけど、おう、水森くん、こんばんは。はいはいはい。はいはいはい。おいおいお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 い。おいダメージ出してますね。はい。あいダメージ出してますね。おいおいおい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 。まあこんなんね、いくらでもあってもね、まあいいね、はい。おいおい。おいおい、おぉ、なんかチャフ炊いたね、今、君。おいおいおい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 。敵がね、敵が何も手出せてませんやと思ったら、なんか来た来た来た。なんか来た、なんか来た。あ、いえ、ボットだ、こいつ。ボットが来た。こんばんは。おいおいおい、おいおいおい。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 はい。水利くんまだ生きてますね。はい。水利くん来ましょう、こっちに。こっちに来ましょうよ。ハボックにやる。ああ、死んだ。おいほ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 い。んー？なんか撃ってきた。はい、まあさっき落ちてたんでね。はい、最後もう一回やってますね。はい。いや、さっきいい試合だったんだけどね。はい。まあなんかね、ノリノリの時に落とされたんですけど、まあ最悪ですね。はい。で、なんかカスタムチームマッチもしてたりしてたんですけれどもね、その時もよう落ちたんでね、まあこれ一体どういうことなのかっていう感じしてますね、はい。だからめっちゃね、攻撃来てますね。はい、ハボックン落としに行きますか。はい、ブーン。まあ、ハボックン使う必要ないと思うけどね、正直。もうノリですよ。まあ、ノリでね、モダン、ノリでモダンやったら死ぬんですけどね、はい。正直な話。いないね。さてさて、敵来るかな？で、わしは戦闘なんだよな。まあ、わしは戦闘でも、まあ別に悪いことはないんだよね。戦艦だから。やっぱ戦艦にしてはやっぱね、53万 HP と、やっぱ低いっちゃ低いんだな。あんま意識してなかったけど、それ低いわな、ちょっと。まあで、速度自体はまあ結構、まあ、他の戦艦よりはまあね、まあ結構か、
緩いんでしょうな。はい。なんかそこの根本的な説明はまあしてないっていうか、もう当たり前かなと思ってあんましてなかったんですよね。はい。まあもうみんな知ってるでしょうっていうね、前提すんでるんですけど、まあそういう感じのことですね。まあやっぱ従順って言ったのがまあ正しいですかね。まあちょっと軌道、うん。そういうやつよりもちょっと機動性がいいんでね。ちょっと、おい。いい感じですね。はい。今日もいい感じですね。はい。まあ、今のハボックン死にましたけど。あ、来たんだけど。え？ヤマト君の？違う、ヤマト君の。あれ、なんか死んだぞ。あれ、ここに教習呼ばれがいらっしゃるの？いやいやいや。教習、シトルム君のね、まあ、さすがね、ヘリに弱くなるって言ってもね、はい。そんなね、まあ、出しゃばんない方がいいと思いますよ、正直。うん。あんまそういう、そう出しゃばると、ちょっとなんか死んじまうから気をつけて。はいはいはい。はい、ズドン。あ？おい。ケキャー。思わぬ収穫がね、拾いましたね、はい。うえい、ふざけんじゃねえ。核由来強すぎや、ふざけんなよ。多分なんかね、ああ、SM31 になんかね、もう核由来ね、ポン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 って乗っけてる感じのね、まあ奴らですね、はい。ふざけんじゃねえっていう感じですけれども。私、核由来強いのかもなぁ。なんかあんまりなんか回収しなかったけど、核由来くん。どうなんだろう。結局あんま変わんねえのかな?SM35 で。だめちゃくちゃなんかね、インパクトあるせいでなんか強そうに感じちゃうんですけど。思って強くなかったり？あ、死んだわ。はい。あ、あ、これぐるぐるってなやつだ。ダメだ。多分このまま教習グループやれちまうぞ。ってことで私はこっち側に行きましょう。ってことでね。こいつらもね、まあ逆走してますね。はい。まあ何度かなるでしょう。3対1ですよ、こんなの。まあ、なんとかなるさ。はい。まあ、本当になんとかなりそうだな、マジで。私は着く前にやられそうなんだけど。凄まじいですね、やっぱり。核由来くん。うえい。曲がりたい。もう沈むね、あいつ。はい、で、今回ここまでですね、ってことでね。はい。まあ、あんまりね、まあ、ガチンコしたとこはあんまなかったんですけれどもね。まあ、まあ、先ほど言った通りね、まあ、砲撃力っていうかね、まあ、砲撃って、まあね、砲撃系ですね。砲撃系はあんまりね、まあ、ないんですけれども、やっぱりね、ミサイル4枠とか、魚雷2枠とかで、総合的にやっぱ強い船ですね。で、対戦もね、まあ、なかなか1番って言ってもいいぐらいかな。強いですしね、はい。まあ、なかなかね、意外と、まあ、まあ、脅威には見えないけれどもね、やっぱり瞬間火力とかないですか、戦艦のいいところは。でもなかなかね、使える船だと思いますね、はい。まあ、けれども戦力値がちょっと高くてね、活躍しにくい部分もあったりするんじゃないかなと思いつつね、まあ、戦力値が高いとね、強い敵と当たるんで、意外と活躍できなかったりするんですよね。まあ、そんなところですね、今回はここまでしてご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。